芸能、岡村隆史、スタッフ細胞論文&別人作曲批判に苦言、持ち上げて叩く。大人のいじめ。生物学の常識を覆す、と世界中を驚かせた、スタッフ、細胞、論文に数多くの疑問点が指摘され、撤回も検討されているスタッフ細胞論文騒動や、全老作曲家、として知られる人気作曲家、佐村郷地守氏がゴーストライター利用を一部認めた別人作曲騒動などが相次ぎ、物議を醸している。一連の騒動をめぐり、論文の主要著者である小保方春子氏、理化学研究所ユニットリーダー、や、全老ではなく難聴であることを告白した佐村郷地守氏を批判する報道が連日続いている。そうした中、3月14日1:00放送のラジオ番組、99のオールナイト日本、日本放送に出演したお笑いタレント、岡村隆史、99は、集中放火的に批判を浴びせるメディアの姿勢に対し、苦言を呈した。岡村はまず、スタッフ細胞論文騒動で小保方氏が批判を集めていることについて、なんとなしにショック。こっちも、嘘。と切り出すと、大変やね。全部論文調べられて、コピペやって、と困惑の声を口にした。さらに、一斉に小保方氏への批判を強めるメディアに対しては、持ち上げて叩く、総攻撃。怖いですね、なんか、と違和感を示した。続けて、別人作曲騒動についても言及し、NHK が、佐村郷地氏を、持ち上げたんちゃうんか?と、同氏に密着取材し、同氏が来賛を集めるきっかけの一つとなったテレビ番組、魂の旋律を音を失った作曲家。昨年3月31日放送の制作、放送元であるんはくを批判。そして、3月7日に同氏が言った記者会見を見た感想について、見ていて怖かったわ。記者は、あんなに喧嘩越しで、当たりきついな。大人のいじめみたい。寄ってたかって、みんなで追い詰める。怖いな、マスコミって、と、過熱するメディアによる批判報道に懸念を表した。岡村は以前放送された、オールナイト日本、ないで、テレビドラマ、明日、ママがいない。日本テレビ系、が、差別を助長する。などとメディアや世論から強い批判を浴びた際も、明日を擁護する発言を言っていたが、日頃から批判を浴びやすいバラエティ番組の第一線で活躍する岡村が、メディアによる一方的な批判報道に疑問を抱いている様子が伺える。文編集部。この情報は、ライブドア、ニュースを参考にして、棒読みちゃん利用し制作しております。